WWS をご覧の皆さん、松井咲子です。初めての写真集で、緊張もあったんですけど、こう撮影していくうちにどんどん楽しさもあり、ちょっと大胆になることもあり、本当に夢のような時間でした。そうですね、今まで本当に着たことのないような色の水着だったりとか、もう結構透け感のあるランジェリーだったりとか、この年齢だからこそできるような撮影があったりして、で今までしてこなかったポーズとかもあったりして、結構本当に大人な私を見てもらえるんじゃないかなっていうような撮影でした。グラビア自体そんなに数多くやってきたわけでもなかったし、グラビア要員ではなかったので、まさか本当に自分でも写真集を出せるとは思っていなかったので、本当に夢のような嘘みたいなお話をいただけて、でもそれが現実になって、今本当に幸せです。そうですね、嬉しいですね。やっぱり私は推しメンが小島春菜さんなので、やっぱりもう、ずっと10代からグラビアとかもやられてたので、そこに並べるかはわからないですけれども、そういうお世話になった先輩とかにも見てもらえたら嬉しいなって思います。そうですね、やっぱ今まで着てこなかったランジェリーの、やっぱテンションがね上がって、どんどん大胆になってしまって、こんな大人な一面を見せてるんですけど、結構攻めてるというか、大人な私をこれで、見ていただけるんじゃないかなという意味で、とてもお気に入りです。きっと10代ではできなかった顔と格好をしております。ぜひチェックしてください。そうですね、やっぱりこう30になる直前でこの初めての写真集を出せたっていうことで、まだまだ年を重ねても初挑戦できることってたくさんあるんだなってすごく思ったので、30代になってもまだやってこなかったお仕事とか、自分ができないかもって思ってたようなこともいろいろ挑戦できたらいいなって思ってますし、変わらずピアノの活動も続けていきたいなって思いますし、何よりやっぱファンの方が喜んでいただける、ファンの方に喜んでいただける活動だったり報告をたくさんできるように、30代も頑張っていきたいと思います。はい、12月10日2020年12月10日にこの初のカレンダーブック2021も発売されていまして、これは全部山梨でね撮影していただきまして、季節に合ったこのねピアノ弾いているカットとかもございます。ぜひこちらも写真集と一緒に楽しんでいただければなと思っております。そしてファンクラブ咲コミュニティも開設されていますので、皆さんぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。